11億人がスマホ難聴の恐れ、WHO が警告。WHO、世界保健機関が、世界の12歳から35歳までの若者のうち、ほぼ半数にあたる11億人が長時間大きな音に過剰にさらされ、難聴になる恐れがあると警告いたしました。その原因としてスマホや音楽プレイヤーの普及で、 イヤホンやヘッドホンを使って大音量で音楽を聴く人が増えたこと、さらにクラブやバー、こういった環境で大きな音に接している方が増えたことによって難聴になってしまうとされております。WHO は一週間の安全な音の大きさの目安は地下鉄の車内に相当する 80デシベルで40時間までとしているんですが、私はイヤホンで音楽を聴く際は可能な限り音量を小さくしているんですけども、音漏れしている人がいると大丈夫なのかと心配しておりましたが、WHO によれば大丈夫ではないそうでありますので、皆様、この耳が悪くなってしまいますと、難聴になってしまいますと、 もう直すことはできませんので、皆様の耳を大切に思いやって、大音量で音楽を聴かないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。